はい。あれ？あ、はいはい。ああ、忘れた。もう覚えてない。ん？何の話や？え？心に潜り込んで、どないしたっけ？心に潜り込んで、の領事の心の中に入って帰って、で部下が離れてるのにこき使ってやるかっつって息巻いてるのを哀れに見るっていうところで終わったか。やるなお前ら、これで領事も仕事始められんな。ご苦労さんだぜ。じゃあ明日。はい、じゃまた明日。じゃないだろ。ちょっとポイントは。あ、そうか、騙されたんかこれ。え、ここ見たね。でカリアが出てくるんだよな。ルイ、やっぱり一人じゃオーラが足り。はじめまして、俺はし、見たしいいよね。うまそう。ひょっと。わなかきょ。わなかきょ。か。ルーってよ。そのかつゲームを。このゲーム。謎だけを残し行ってしまった。監視すんのやら観察すんのやら妙なのばっか。骨のある能力者か。で。でん。おて。不可能。あ、ナポレオン。常識です。冷た。ボナパルト。そうですかね。そう。お、スワローさん、なんでここナポレオンの頭想像してんの？頭じゃない、自画像。自画像、うん。ちょっと待たれよ。ココアの感染通知来てるよ。ってところで終わったよな。あ、待って、割れてるなこれ。ほぼ甘いだろうと思いましたよね。初めて僕を見た時、君たちがどんな思いを抱いたか大体わかりますよ。リンド殿、多分かなり結構まずいですぞ。こっちの水は苦いんですよ。なんだこいつ、見てないの？なんだ。おはよ、どうした？なんだまた。なんなんすかね。え、お前も見たのか今の。え、今の水がどうとか。ごめん、多分見てない、適当言ったわ。お前な、夢でも見てたわけ？なんで夢見んやろな。寝てたのか。でも昨日の映像は現実にはならなかった。未来じゃない。寝てたかどうかは知らないけどさ。じゃあさっきの誰か。あ、乃木戦の声。そこにいたのですか、リンドウ殿。どうも、大丈夫ですか？ここが夢か現実か定かではなかったので、
まずは叫んでみたのですが。まず叫ぶ。どうやら現実のようですな。5日目。今日こそポイントちょっと照れてんじゃねえよ。地道にやるしかないのかね。ノイズ倒してミッションやって。おい、ゼプトグラムども。南本さん、今日は死神どもはいねえようだな。ボケるな、ツッコミなしで。落ち着いて。ろくでもねえ問題で、昨日はポイント補填を邪魔されたが、今日はゲームの主導権を握れ。え、どうやって？他の奴らを陥れて今日のポイントを奪え。奪う？抵抗は計算のうちだ。いかにボルトを上げるか。よくわかんないですけど。手持ちの能力を最大限に利用する。あらかじめ定義された数列の書き換えだ。まるでわからない。回答は俺がチェックしてやる。ミスりやがったらただじゃお金がな。テストなのっていうか、何者なんすか？仲間なのによくいなくなるし。例外の参加者。それ以上ゼプトグラムどもが知る必要は1オクトグラムもね。1オクトは10のマイナス24乗倍 0.00000。 うん、だいたいわかった。生き残りたきゃついてきな。別に00って数える必要ないよな。マイナス N 乗のとこの数分0。ここは、はい、喜んでなというべきですな。まあそうですかね。ワイの手の中の友並様とようやく馴染んできたって感じやな。人は心の暴走を止められぬものです。なぎせん顔が。いざ参る。あ、行っちゃった。ノリノリやな。作戦はよく分かんなかったけど、やる気ってのは分かった。南俣さん独特だよな。けどいろいろ知ってるし、助けてくれてるし、いうこと聞いとくかね。だな。あの人がいなきゃまともに戦えないよ。行こう。ん？スワローさん、もし他のチームの参加者だったら戦うことにもなるのか。全然そんな感じないけど、聞いてみる。おし、ミッション来たじゃん。ミッション。今日は何よ。真の黄金を倒せ。その姿は豚。豚？一匹の黄金がすでに渋谷へ放たれた。もう始まってんじゃん。なお本日は革命ルール適用。現在の順位が低いチームほど高得点が入る。お、革命とな。あ、得点表も来た。低いのがメッキ1点で真の黄金豚は100点だと。100点。さらに最下位は得点5倍。なんと500点。俺たち黄金探すしかないね。これ頑張ったらトップチームにもなれんじゃない。5倍1匹で5点なら大量に倒していくのもありか。いや、リンドウ殿、下から2だと得点3倍。他の下位チームに黄金を奪われれば我々も終了の予感。そうか、やばいですね。よーし、やるしかない。革命起こすぞ、金の豚。点差教えてほしいよな。時間わかねえよ。チャプターからクリア済みに戻れますよ。オルトで早送りできる。あ、そうだ、マウスいらねえんだった。ん？え？サロン。え？検索。どうも、オンラインサロン渋谷歴史研究会超名誉会長自称。渋くねえだろ、怪しいだろ、どう考えても。整理してみるか。まあとりあえず交差点行ってみるか。飯食って。ん？おお、黄金の豚情報、千鳥足会館じゃん。おったで。うわ、ああ。探す感じね。一回飯食ってからでしょ。いらっしゃい。
ただきます。とりあえずゴールして、ありがとう。じゃん、おっと、なんか青いのもんで、ん、あれ豚さんいなくなった。何が相手で、片付けるだけだ。我々ならば勝てるかと。あー、また操作忘れてるかも。犬からやんねんな。シートシフトか。よくとよりマシか。続けていこう。そこだ、よし、くだらん計算だ。はい、よかったっすな。はい、2、3、オッケーオッケー、続行でいくぞ。あれ、なんか青色やから、青色というか特別な色のノイズやから、なんかあんなこと思ったけど、別にそうでもないのかな。俺たち最強だよな。スキャンするぞ。ブタブタ、あ、そして気をつけていきましょう。よし、もらった。さすがリーダー。ダメ、俺たち強くね。はい、当然の結果ですな。あれですな。まあそう簡単にはね。でもいちいち入んの数値が、みんな来るやん。黄金の豚センター街、はい、あ、オタク、むむ、お、いや、うん、ああ、これは川の擬人化か。言えた、ん、何、ああ、なあ、ん、ぬいぐるみ、おそらくは、あ、読めても動かせな、ん、いや、え、うわ、うざ、キモ、あー、思い出してきた、あ、こいつめっちゃ嫌い、生理的に無理。はい、普通に喋れや。ああ、挨拶するときはマイネームイズじゃなくてアイムデンやで。やれやれ。空港。空港で世界を感じるってすっげえ浅いよな。靴
口の中で人体全部見たって言ってるのもんやろ。大丈夫か？優先者は再開。ああ、新しい人ね。うん。もういい、もういい。I see. インプリント。ほう。二度と関わりたくねえな。そうそうそう、わかる。ああいうやつ中身すっからかんだよな。はい。そう、あいつはほっといて早速インプリント使おうぜ。集中だ。リマインド？ん？ですね。つけ？ん？うん。インプリント。使えるワードがない。一つも？両方なさそうやな。ワード。心の声、街にあるものからインプリントに使える言葉が見つかる。スキャンするぞ。この辺喋ってかんとあかんな。無視してたけど、2周目やからって。センター街。ほなやろ。1時間前。お待たせ。待った？ワードね。ワード普通集まってるんやろな。心の声、街にあるもの。いやー、当てがないな。に手術メガネ。ん？なんか赤いついてる。最高級。ああ、普通になんていうか街中のやつ全部一つスキャンする必要ないね。はい、てか光ってるし分かりやすいな。うん、相棒。うんだな。よし、できたな。最高の相棒ならいけそうじゃない。あれ？なんか、え、全部使うのかな？インプリント。え？違う違う違う。え？あかんやろね。エンター押したよな今。ん？エンター、え？ああ、セット時と設備時ってことか。じゃああかんや。ああ、いたいた。ワイの出番ですか？ん？また別のエンターか。とりあえずやっとくか。
気をつけろよ。大ダメージ。これがワイの実力。俺のことも忘れないで。はい。手間はかからなさそうです。か、あれ？行け！とりあえずやっていきたい。これは楽勝かな。とどめ、飛びが。やってやったぜ。ヨゴさんじゃ。必勝。くだらん計算だ。すごい。いけ、タイミングバッチリ。いい感じです。我々の勝利ですな。よし。3戦ぐらいかな。ゲー次もやれる気がする。母さんの秘密。お、安らぎ。エンちゃんあれは家系か。安らぎを守る行動、変われ。じゃあ、お、当たり。あ、うん、当たり。はい。スペイン坂、黄金の舞台道中。どっちや。ええ、あーなるほど、勝手に考えさせるってわけね。集中だ。オタク。ですなぁ。スキャンするぞ。連戦にしよう。レベル上げたい。ん？何なんさっきの、さっきからずっとなってる電話番号のこと。公演会場。ん？ああ、うん、また後で関わり合いになります。スペイン坂、スペイン大使館通り道。自転車。なんで？普通乗ってけばいいんちゃう？あれ、この辺おらんかった？え、ちょ、やっちゃいますか。これは余裕で理想かと。とどめ、盛り上がってきた。いい感じです。ワイのために。消滅できれば問題ない。いけ。はよやりたい、はよやりたい、はよやりたい、はよやりたい。できせきせ。よし。ええんか。ゴミだらけだね。いや、ええんか、これ。大丈夫か。決まったんじゃね。頑張ったな。まあまあ、素直に喜ぶしかない。あ。
コース上忘れそう。あんまり集中できてない感じはある。どうか。いい感じです。あ？めちゃめちゃ痛いんやけど。いつの間に食らってんの攻撃。遠いな。あれは。ナギさん。はい。やっと集中だ。取り憑かれてますな。レベル高。十くな。ワイの出番です。お邪魔。降りかかる火の粉は払わねば。あまり考えたくない。大丈夫だよな。うわー、ちょっと入ってるやつやった。早いよまだ中二病には。明日小学生なんだから。タイミングバッチシ。順調だな。行け。よけ。よし。じゃあなっと。よし。我々ならば勝てるかと。ちょっときついね、その子ね。いった。やべ。よし、もらった。さすがリンだ。よし、行け。ゼタを押せ。ゴミが。ゼタを押せ。やべやべ。よし、順調だ。続けていこう。オッケー。ブロンズか。まだの？マジか。お前さ、ほっとこう。当然の出来栄え。調子いいじゃん。そこだ。順調です。避けろ。続けていこう。プラスなら問題ねえぜ。まあ、キャラクターポイント大事やし。まあ、このような日もござろう。嫌いなことをやってから好きなことやったことが楽しいよな。好きな数学は勉強から終わってから。おお。ええ。ふん。笑ってんの？スキャンするぞ。あ、おっと。もう探しないもん。邪魔者ですかの？肩鳴らしにはちょうどいいか。やっ。そこだ。よ、やった。じゃあなっと。で、結構やれるもんだな。よし、いい感じ。本筋それまくって、これはきちい。ボンの豚タワレ。お、痛い。あれ、お市議会。あ、コロナ対策ってやつ。検索。はあ、集中だ。ぶたぶた。
あった。え、違う。え、何あれ。結局この青いの何なの。めっちゃ逃げる。消えたし。スキャンするぞ。いいねーマジで。めんどくせえし、あっちいし、あ、なんかオタクいる。今のところはな、また関係あるんやろうけどさ。特別ミッション、俺の隣で投げて。人目が気になるオタクね。タイムリーよね。集中だ。こんな好きになったの初めてよし。特典付き買った方がええんちゃう。でも CD プレイヤー持っとらんしな。ゲリで曲だけ買うか。やっぱ特典欲しいってか、結局どこで買えるんや。あ、買う。足りるんちゃう？買う持ってるやん。タワーレコ買う。ちゃんと店舗の特典はどこに何があるのかちゃんと調べてから行くんやで。アマゾンはだいたいそこそこの武器。のイメージある。なんとなく。ちょっと下げるか。やっと見つけた。準備はできてる。行くぞ。やったろうじゃ。やってやったぜ。すごい。よし、じゃあラスト。そろそろバチ変えるか。飽きてきたな。そこだ。タイミングバッチシ。順調だな。俺たち強くね。これは違うか。あ、5円しか出てない。で違うわ。入らん。いや、ウニウニ。チナル焦りを握りつぶし乗り越えて、恐れず隙を見せず集中する。いって、あ、いててい て, てて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 て、肩がね筋トレしたから。ポエムが痛いな。そんな。え、全部やん。清い流れが欠ける。あれか？タイムリープしていう感じか？これ全部やらなあかん？スキャンするぞ。ダリあかんか。やるしかないか。全部外れやろ、どうせ。やるよ。や
あ、バチ替えの忘れた。俺ら行かけんじゃん。まあまあだ。で、うりゃ、俺たちの勝ちだ。完璧な計算には美しい結果が伴う。考えろ。フレームサークル、ショックウェーブ、アッパー、近接パンチャースラム。ああ、最後のなんか一撃がある。コンボ変しそう。これあんま強くなかった覚えあんねんな。ハードパンチャーのけぞりがないから回避入れなあかんくて打ち切れないって。クールダウン長いからさ、あんまりやねんな。あんまりっていうか、いやコンボゲーなんやし結構大事やんか。ドアツボン使ってみる。火力だけはめっちゃあるけど、これ C。 そう、母さんの秘密はノックバック。確率で毒きついな、使いにくそう。チェーンたまらへんとなかなかな。思ってるやろ。マッシブアタック。威力じゃねえや、ほとんど変わらへんねや。試しに使ってみる。はい、切り回復。チェーンバインド、石、ゴミ、適当に集中だ。これでやるか。アメシコ。もうお腹空いてる。減れんな、減れんな。ハロー。その顔やめてくれ。なかなかいいじゃん。うますぎー。攻撃は？攻撃上げたいな。避ければいいし、どうせ的な攻撃は一発で死ななきゃ。 OK。 ようこそ。どれにしましょう。あれ苦いよ、嫌い。これうまっ。いや、みんな攻撃引くていうか、まあ、南本の体力と防御が特別めちゃめちゃ高いんか。ああ、また。あ、いや。スキャンするぞ。5日目結構長そうやしな。戦わなければなりません。早めに終わらしたいかも。俺ら行けてんじゃん。まあ、仕事。決まった。ゆっくりやった。調子いいじゃん。てりゃ。俺たち強いよな。俺たち最強だよ。集中だ。意外な場所にいるんちゃう？意外というか。え？なんかめっちゃ光ってへんこいつ。気のせい。いやな、めっちゃ光ってんなこいつ。こいつ当たりちゃう。やっちゃいますか。おったか。ただならちゃんとなんか全部外れかと思ってた。あ、外した。順調です。完璧。耐えられるか。
やるしどりゃ、勝利。うい、10円、じゃあメッキか。お、どうせ、長い。今のメッキだったの？メッキですらなかったの？ほう。え？いえ。メカスト。カセ？カセ？そうそう。おい。もちろん。準備はできてる。行くぞ。気をつけていきましょう。そこだ。まとめてクラッシュだ。どうすね。一気に決める。盛り上がってきた。出た。決まったんじゃね。頑張ったな。やって。しゃあ。だって行けるタイミングバッチシ。俺たち強いよな。ん？めっちゃダメージ食ってる。まあまあかな。おしんぼっち。まあさっさと行こうよ。時間が惜しい。めちゃめちゃいる。あれ？なんかはめられてんのかな。スキャンするぞ。まあ優先度落ちるか。集中だ。本命こいつ。いや違うわ。気をつけろよ。優先者のやつと話せってことね。どうだそうだ。やるじゃん。任せな相棒。よし、集中だ。続けていこう。はい。借りる？ダメ？強くね？俺たち最強だよな。え？リンドウ殿。ん？またミキちゃんの？見ろ！俺のサイケックパワー！大丈夫だよな。いけ！やってやったぜ！すごい！落ちろ！よし、もらった！さすがリンド！俺たちの勝ちだ！何や、左。あの、そんな。あ、今度はスペイン坂。笑われてんで。メシメシ。いらっしゃいませ。海鮮丼嫌いなんや。あんまり火力上げない方がないよりのやつってこと。いただきます。まあ、いや、これうまっ。ドロップレート上昇。え、めっちゃ、え、めちゃめちゃ大事じゃない。またどうぞ。ちげえないしの。そっ、金なくなってきた。落ちうろ。
だな。ああ。はあ、またリマインドせ。リマインドじゃない。なんだっけ。ん？持ち伏せされてる。腰並み、腰並み、こ、腰並み。ん？ゼプトグラム。やっとって感じ。スペイン坂で優先者に囲まれた。まあその2つやね、うん。なんだ分配法則の歪みって。適当言ってんね。スキャンするぞ。ここの辺には誰もおらんかった。あ、おったわ。まずは君ら。あれ？お？合わね。あかんか。あお、まあ、一個覚えと集中だ。エリア移動できるね。戻ってなんか日時とかの確認かな。おお、いや、え、うん、ほう、いや、あー、なるほど。14時9
級フロント。運命を変える。なんか今日暑いな。体温バグってるわ。頭ボーってする。あれ？青霞。ん？着ないの？あ、俺じゃなくて？スキャンするぞ。どんなイメージだっけ？うリマインド下手すぎね。これで話しかける。会場近いやで。入り口だけ、入り口だけでいいから。で、造園が少し集まってた。うん、まああれで全部じゃないよね。もう一度だ。次は、顔真っ青や。スペイン坂に入ったら同じ。あ、いたな、こいつ。ノイズに疲れてるやつ。あの。お？え？そっか、なんかレベルがリセットされてる。あと難易度もリセットされてる。あれ？集中だ。そうか。取り憑かれてますな。ダイブ発動。一丁やっちゃいますか。お邪魔。我々ならば勝てるかと。令和最初の無線スマホ。いい感じ。スマホじゃないや。これは余裕でいけそうかと。あ、なに、ぬいぐるみの話？俺らの責任や、謝らな。やりますな。もらった。調子いいじゃん。死ぬよ。やったろうじゃん。キュートアグレッションってやつ。耐えられるか。で。あれシルバーなんて思った。まずまずじゃん。 CP はもっといっぱい欲しいんやけどな。なかなか。え？ええんかこれで。あ、これが原因か。幼児じゃん。うん、よし、やりますか。思い出せ。
え、リョウジちゃうの？え、どこ？リョウジがいたのって、この辺じゃなかった？整理してみるか。豚のぬいぐるみ、運命を変える、リマ、ヒント、ん、あ、これか。え、違う違う違う、まあいいや、とりあえず進めよう。並行してね。え、いや、うん、全然分からん。検索、え、ほー、おそらく次議会ね、時間をもう一度だ、見に行こうか。ああ、おう、あ、こっちこっち、ほう、いや、なんで思い出せ。ん、え、時間、ジャインプリント、集中だ、キーワード、今のうちはなんかすぐ近くにあるからええけどさ、スキャンするぞ、どうすんの、んですな、程よい、集中だ、厳しい、スキャンするぞ、よーよーよー、このアングル、どこだ、集中だ、こっちか、心構え、藤井、あいつ藤井に処刑されるんだから、時間ね、時間、程よい、変われ、あ、いけた、やった、なんか足りひんかと思った、ああを変える、ん、え、交差点じゃなくて、もう一度だ、あ、センター街か、リンドオタクやと思われてんな、はい、え、あめちゃめちゃ子さんや、え、ああ、これで優先者の増援の問題は解決した。
領事かな。なるほど、まだこの時間だ。スキャンするぞ。おこれな。もう一度だ。やんな。戻って戻んで。ワードは集中だ。え、なんか微妙なワードじゃあかんの。魂スキャンするぞ。見せびなく。おや、ライトか。ダークラライトっか。ライバル通過。こんな走り回るより自分で考えろよ。大特化でむせびなく。なんか売れると思わせないと。幼児に勘違いさせないといけないか。スキャンするぞ。ねえな、ん？なんか今なんかあったで。違うか。スキャンじゃない画面は違うな。下の方行ってみるか。ダメ。集中だ。さすがにこの時間以外で集めろとか言われると気狂いそうなんだけど。スキャンするぞ。なあ、どこやろ。いやー全然わかんねえ。考えろ。インプリントのワードを探してんねやんか。なんや、集中だ。なんならいいやん。これで足りてるってこと。じゃあ魂がむせびなく変われ。正解か。ですな。そうそう。よし。エリア。うん。教えてよ、インプリント。なんでルーインだけ見るだ。え、お前ちゃうくない。ススキチやったっけ。準備。運命を変える。これでもあかんの。まだ
サブクエあるか。整理してみるか。道玄坂と交差点ね。もう一度だ。あと新しいというか結果が変わってる可能性だってあるし、あっていうかこいつらの忘れた。それよりも先にサブクエやりたいな。いいねー。ん？交差点ってここやんな。じゃあ困ってる人ってこれのことないもんな、ここに。うん、はい、言葉、はい、清い流れがかける。もうこれしかないよ、消去法へ。クランブル交差点で困ってる人、こっち違う。集中だ。わかんねえ、わかんねえ。いねえじゃん、だっておらんやろ。ほんまにどこ？おらん。ここがスクランブル交差点じゃないか。違うな。じゃあじゃあ先道玄坂行こうか。しんどい。この時間にはおらんとか。集中だ。道玄坂こっちや。あ、これもいるし。はあ。ああ、ここか、手バトル。スペイン坂。運命を変える。いやー、慌ただしいな。
こいつか。あーこいつか。あわれっこもう持ってんちゃうなって。ウィンドウ。あ、渋谷がスキャンするぞ。ありない。なんか書いてた。カイレさん。こっちはまだおらんやもん。ちょっとカメラワーク気持ち悪いよな。おお、なんかいる。ですな。あなたたちやるんですか。やろ。邪魔者ですかの。落ち着いていこう。なんかオタクさ、人睨む時あるよな。なんか道に邪魔なやつがいたりとかするとかさ、向こうが見てないのをいいことに、そういうさ有利な状況でだけ喧嘩を売る。それがオタクやね。許せへん。前のバイト中にちょっとコンビニでも背面の人間が道避けへんかったからって、なんかずっと睨んでやってたし、一緒って言ったどうしよう。これはこの怒りや。違う、これはその怒りや。早よしね、消滅してもらうから丁重に。硬いな。ん、まだいる。調子いいじゃん。ミスんじゃねえぞ。頑張ります。もらった。調子いいじゃん。どうだってや。俺たちの勝ち。無念は果たされたようだ。これはやっときたくない。せっかくならパワーレコ占う。占ってってこと。終わった、うん、これで解決だ。もう一度だ。これで全員やな。え？ほう。あ。ふん。
する。サブクエはやっぱあれやん。けどおらんかったしな。道玄坂も解放されてないし。もう一度だ。とりあえずこれでいっか。よし。おうん。え？の。おい。南本特に何もしへんよ。俺ら三人やで頑張った。何が相手でも片付けるだけだ。ほう、面白い。君たちのような外来種なんぞに負けやしない。おお、でっか。あれが本物か。おお、金豚がいる。なんというタイミング。ミッション達成には4倍。あいつも倒さないと。倒せ。盛り上がってきた。水門解放。何？配置につけ。こんな感じか。続けていこう。そこだ。見て。大丈夫？キモいキモいキモい。動きがキモい。よし、もらった。まあ上出来だ。放流準備。オーケーです。とりあえず金豚倒した。避けろ。僕の手を使わざるを得ませんね。待って、近づくのやめて。構ってられないんですよ。違う違う違う、こっち殴ってくれ。いって、置いてくぞ。だって、どうだった。もちろん。あったんねえし。水を許すな。よし、 S 水で追ってた。押し水じゃなかった。なっさけね、声出しやがって。ゲームの音声じゃねえよ、マジ。近づくのやめて、ほんま。勝手に近づか、いやー、きちい。いてー。うーん、近接系きついな。なんか手癖で左クリック押してた。ちょ、バチかよ。無理やって。近接は無理。え？え？嘘？近接しかないよ。じゃあ今日は、今日はっていうか、今回は回復に回ってもらおうかな。仕事ないよマジで。っていうかハートパンチャーが弱いね、そもそも。そこがそもそもの問題。まあ他はこれでいいのかな。ちょっとレベル上げとくか。君たちのような外来種なんぞに負けやしない。おお、金豚がいる。なんというタイミング。ミッション達成にはあいつも倒さないと。今貢献してますぞ。まあいいだろう。水門開放。あぶね。あと NPC ちゃんと攻撃避けてくれへんしさ。僕の手を使わざるを得ませんね。なりふり構ってられないんですよ。
やべ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 、避けろ。もうフルヒットやんけ。放流準備。オーケーでーす。いやないない、指が足りひん。できてきてきて。やりますな。やりますな。いいだろう。越水を許すな。おでも三段階目までいけた。やってみろ。これでも食らいなさい。セタを押せ、セタを押せ。なんで？消滅できれば問題ない。計算外だ。はい、やりたい。ここで決める。よし、勝った。うまくやれたと思ったんだけどな。きつすぎ。問題の時間だ。お前を消すのに必要な時間はどのくらいだ？ 29,792.458 メートルパーセコンド。光の速さ。29,900。光の速さ？一瞬ってことか。逃げ出さねえなら決定だぜ。消滅一択。負けました。負けました。僕たちはここを取るために準備してたのに。ちょっとなんでよ、あんな泣く。単なる敗北とは別の要因があると推察。行きましょう、風也さん。堤防は結界です。遅れてすみません。メンバーが何人も一時行方不明で。でも我々はそう簡単には消滅しない。消滅。もう一度護岸工事しましょう。なんでちょっとひねるんだよ。あの泣き方、我を忘れ混乱するほどの、そのくらいほどの衝撃を受けたのだと思われますな。衝撃って消滅のことですかね。消滅ってそんなヤバいの。あの怯えようは単なる罰ゲームにしては激しい。育て上げたキャラを操作ミスで消失する、それより辛い何かなのでしょう。重大なことってのはなんとなく理解。ワイもこの手の中の友波様を失いでもしたら、人であることを忘れる自信がある。今までで一番穏やかな顔してる。罰ゲーム、あんなに嫌がってるってことはそういうことなのか。渚さん、サーロさん増えてる。お、今日の結果だ。ミッション最速達成チームツイスターズ。おお、やったー。トップチームルーイン。あれ、続きがある。チームバトル、ツイスターズ対優先者、勝利ツイスターズ。こんなんも乗るんだ。快進撃ですな。だね、なぎせ。あなたに言ってません。一緒に戦ったじゃん。何はともあれ、
よかったではないですか、リンドウ殿。おそらく最下位脱出です。まあ待てよ、もしスワローさんが参加者で優先者のメンバーだったら。メッセージ。ん、スワローさん、よかった。普段と変わらない、 UG に来る前と。ていうか俺が気づいてるんだ、スワローさんもきっと気づくよな、俺が UG にいるって。何も言わないってことはスワローさんはやっぱり RG にいる？それとも知ってて何も聞いてこないのか。何もわからん。やっぱ何でもねえよ。やり取りできるんだ。あ、誰と？え、前に話したポケコヨのフレンド。ん、死に込みちゃうね。どういうこと？ RG の人じゃないの？だよな、そう思うよな。どうも。ん、なし、早速なし。はあ。前の死神ゲームとは別の組織なんや。ねえ、あ、そう、絶対敵キャラやん。敵キャラっていうかボスキャラやん、今の二人、クボーとおばさん。今日はこっからか。とりあえずここまでかな。疲れた。